これはデモ音声です。同日の阪神5ラウンド芝 2000m もハーツクライ3区で桜花賞2着オークス3着のクルミナル父ディープインパクトの判定セレシオンが3馬身半差をつけ勝利。これはデモ音声です。レース VTR ゲートを5分に出て好意のイン。株式会社 AI によるデモ音声です。直線に向いても手応え10分。これはデモ音声です。これからの馬だけど能力であっさり弾けてくれて楽しみ、将来性脳中はうちのポケットに収まり直線インを一気に伸びた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。ポテンシャルは高い。